まあ後で編集する可能性は低いけど、取るだけ取っとこう。で、GPS と合わせるために、秒単位の時刻を確認。牛窓？ノー編集で。昔のやつはあの YouTube にノー編集で上がってますけどね。6時間動画とか。あれ、ちゃんとイベントのタグ付けしてないんだよな。前は自分のホームページで、自分のホームページにそのイベントがあった時刻のリンクを貼ってまとめてたんだけど、そのホームページもサーバーとなるノート PC が潰れてしまって。おはようございます。こんにちはって言われたな。やっぱりすげえ。今日は今日はどうだったっけ。大したのはないですけど、細かいアップダウンはあると思います。YouTuber、 どうなんだろうな。イベント的にある程度なんか仕込むというか、イベントが期待できる場所を選んで走ったりしなきゃいけないような気がしますね。そしたら、おはようございます。あ、全日食のチェーンもあるけど、ここもやってないか。グプク？グプク？サーバー、あとデータが飛んだのもありますね。自宅サーバーにしてたノート PC が死んだのと、あとホームページのデータを格納してた、NAS っていうのかな、リンクステーションっていう、今は多分ないブランドだと思うけど、リンクステーションっていうストレージが死んでしまって、あ、編集のない。といっても全部通してみるのはあまりにも苦痛だろうから、なんか、あ、そう、リンクスタチオン使ってました。あ、ありがとうございます。あー、ノリクラあれ上げてたっけ。ツイッター更新し続けてます。まあだいたい 3D プリンター絡みか近所のサイクリングなんですけどね。あー、なかなかいいなこの道。おはようございます。お、あの猫は飼い猫なのか。かわいい。でもアップロード時間かかりそう。そう、時間も確かかなりかかりましたね。飼い猫じゃないのか、あれ。あ、止まった。もしかしたら単に餌くれそうな人についててるだけか。風寒いてる？いや、風はあんまりないです。割とシュッとしてますね。で、かすかに鳴いてる。かわいい。やっと、ちょっと、あ、逃げた。あのおばあさんもなんか振り返ってたから、いつもしばらく一緒に歩いてるんですかね。じゃあ、まあ、お邪魔しました。猫と遭遇。そうよ、まあ、イベントタグ売ってもらったりしてたけど、途中から私が編集というか、タイムシフトのリストも直さなくなったから、前はコメントを全部データベースに入れて、あとでそのイベントタグっていう頭にいいってつけてくれたやつを選び出して、そこからタイムシフトのリンク集作ってたんですけどね。今データベースに取り込める体制残ってたかな、仕組み。いい、ありがとうございます。あとでなんか編集できるかどうかやってみよう、帰ったら。お久しぶりです。あー、いいですね。曇っちゃいるけど、まあいいな。
はようございます。気温はですね今15度くらい、14か15度ぐらい。私の声は眠くなるとも言われますね。かなりこれあの低温の声だと思うんですけど、人混みの、 あの周りに人が、周りで人が騒いでる状態だと通らない声です。そう、眠気を。だから私は詐欺師とかやったら良さそうな気はするんだけど。というわけで、裏道終わりか。まあでも車ある程度走ってるけど、まだこれあの島の裏側っていうか、あの車がこれでも少ない方ですからね。一回だけ。でも人の道外れちゃうな。これまで人の道外れるのは悪っていう考え方で生きてきたから、急に切り替えるのは難しい。あ、イルカはなんかポスターありましたね。牛部か、山下達郎って、クリスマスの歌しか知らない。クリスマスの歌ってあのタイトル知らないからそんな言い方してるんですけどね。雪へと変わるやつ。この辺 V が浮いてるのは雨季が。あ、錦江湾。牛深で海はタイミング的に見られるかな。今日は夕方ぐらいに牛深に到着して、明日の朝見られるかどうかぐらいかな。もともとはその牛深から橋渡ってちょっと出っ張ったところにある島に立って、そこの民宿泊まろうかと思ってたんですけど、いっぱいでした。あ、でもとりあえず、そう、UK とかあるやつ、とりあえず明日の宿まで取れたんでよかった。あとは明後日もう熊本っていうか九州本土の方に帰り着くぐらいのタイミングなんで。おはようございます。実家に行ってきた、あの5、6日行ってくるっていう話、天草、あ、そうなんですか。仏部屋、で、なんだっけ、あの実家に行ってきた日程からすると残り1日2日あるんですよね。といっても本土に渡ってしまったらどっか行くあてはないんだよな、あんまり。もう一日ぐらいどっか走りたくはあるんですけどね。 100% 近くっていうのは何かの観光船とかに乗った時ってことですかね。この道は多分迂回路ないですよね。ん、いや、あるか。あ、クルーズ船ですね。やっぱりそういうやつですよね。いや、そう言っても若干遠回りになるからまっすぐで行っか。おはようございます。安全に、そうですね。でか、島原、あ、それもちょっと考えましたけどね。昔島原いっぺん走ってて、ルート的にはほぼあの島原に渡っても過去に走ったところをもういっぺん海沿い走るぐらいになっちゃうんで、どうしようかなって思ってます。あ、左に。これはヘルメットが傾いてるのにいつも気づかないんですよね。で、多少左右に傾いたりしてても違和感感じないから、
教えてもらえると助かります。今これで治りましたかね。ここもあのバス停みたいな無人販売所。電動アシストだと逆に電車とかに乗せるのに苦労するんじゃないかなと思ってるんですけど、そうでもないのかな。あ、グゾーニー年中食えるはずですよね、あれ。100円均一だ。今何もないけど。ん、いや、なんかあるな。お、赤里芋。無人販売所に監視カメラついてます。監視カメラは、これかな。目心いつも自分。漬物ありますね。ん？印刷がなんか潰れててよく見えないけど、赤里芋。うん。これなんでしょう。ねぶりがこっぽいけど、スタンプがあの滲んで潰れちゃってて読めないんですよね。右のやつはこれは、これもなんか干してある大根かな。100円均一らしいんですけど、ちょっと旅行中に消費するのは難しいです。今だったら私があの近所でこれ見つけたら一旦買ってみると思うんですけどね。あ、ここにも目がある。最近ちょっと自炊は週1ぐらいでやってるんで、いつもサイクリングにコース中に野菜の直売所があって、そこで何かしら買ってるんで、あとはいつあの毎週通ってる直売所でのらぼうなっていう、江戸野菜っていうのか、埼玉とか川崎とか一部地区だけで作ってるのらぼうなっていう菜の花っぽい野菜があって、それを12月から4月ぐらいまでずっと毎週買って食ってました。あれがなんかマイブームなんで、私は。でももう今年は終わってしまった。いや、冷蔵庫買ってないんで、一人ですぐに食える分だけ買ってきてすぐに炒めて食う。そう、値段的には一人だしな。しかも冷蔵庫ないからまとめて作ったりできないし。おはようございます。お、あ、冷蔵庫ないっす。というか壊れた冷蔵庫をさっさと廃棄して新しいの買えばいいんですけどね、めんどくさくて。うん、そうですね。そうした方が100倍 100% そっちの方がいいに決まってるんですけど。空心菜、あー、見た目はそうかな。これなんか漁港の炭の方でも一部が黄色になってて、なんだろうと思ったら、なんか本体が杉菜みたいな形した。面倒なんで。六角形ベースの花は五角形だけど、花の付き方は六角形ベース。あ、買うときそうですね。あの無料で引き取りとか言われてますよね。うん。割引。うん。あとは
今時のすごい省エネな冷蔵庫買いたいけど、冷蔵庫ってある程度サイズがないと省エネにならないんですよね。なんかちっちゃい冷蔵庫の方が年間の電力量が多かったりするので、ああ、今下取り。ジャパネット高田はなんかどっかに実家があったな、社長の。あれどこだっけ、確か小豆島じゃなかったっけ。ハイセンスってどこのメーカーだったかな。長崎でしたっけ。あれ前その近く通りかかったんですけど、あ、平戸でしたっけ。全然違うな、小豆島は全然違うな。平戸でしたっけ。あれなんか全然記憶がダメだ、言われてもなんか繋がらない。平戸だったか。平戸行ったのは結構あの配信履歴からたどると結構すぐにたどり着くようなところにある配信なんですよね。何年前だっけあれ、3年前か。コロナ前のタイミングでしたね。あそこのゲストハウスでなんか、おはようございます、カワハギの肝を食ったのが美味しかった。うん、あ、平戸今のところ電波良さそうですね。まあこの後どうなるか置いといて、なんか高菜みたいなの売ってた。はい、ハイアール。おはようございます。カワハギ、あの肝があのおいしんぼのアマゾンプライムのおいしんぼで見てカワハギの肝の話は知ってたけど、実際食ったら本当に美味しかった。ん、少年野球か。カワハギ丼、それはカワハギの身を普通に刺身か焼いてかな。カワハギの干物もうまいですけどね。結構福岡の実家でも食ってたカワハギの干物。山の色がいいな。あ、そう、結構でかいんですよね。ほんでもって茶色い。あれは洲本って読むのか。あ、肝。そんなのあるんだ。生臭さ全然ないんですよ。見た目にちょっと引くかもしれないけど、食ったらうまい。ああ、煮付けもそういや食ったことある気がするな。この醤油、うん。まあカワハギからしたらグロテスクこの上ないと思うんですけどね。自分の肉と自分の肝臓を使って調理されてるっていうのは、別にそんな言い方せんでもいいか。わざわざカハギどうだろう。養殖フグの肝、あの毒が蓄積されてないやつってことですかね。八木さんおはようございます。今日もいい感じです、天気、体調もいい感じ。洲本温泉、カッパロマン館。
毒。へえ。うん。よっ。いかめしも、ああ、そうですね。そう、あの、食材本人からしたら、ものすごい冒涜的なことされてる料理ってありますよね。ここは？ウマヅラハギっぽい。うん、まあ池作りとか、そうそう。そう。食材の身になって考えてみると結構あれなのはありますけど、まあとりあえず生きてるうちに苦しみを与えるパターンじゃなければいいと思ってますけどね、私は。踊り食いもまあすぐ死ぬからいいような気もするかな。池作りがあれ本当に苦しんでるんだったら嫌だなと私は思ってます。タケノコの残酷焼きって初めて聞いた。残酷焼きってどういうカテゴリーのやつだったっけ。踊り焼き、たい焼きも頭から食う人間なので、うん、あ、痛みを、うん、波にも、まあそうなんですけどね。最近なんか、あ、地面ごと、そんなになんか超高級ってわけでもなくて、あの、食べよう的になるぐらいの値段だな、カワハギ丼。苦しむだろうからな。アスファルトもこいつらはな、マスク、うんうんうん、あの、かわいそうだから殺すなっていう話は全然するつもりないんですけどね。煮付けか、煮しめとか煮付けとかっても同じような感じですよね。自転車も、コンビニはなんか用事はなかったっけ。あ、そうだ、飲み物買っていっとくか、美味しいんだから。よ、ガリは今回まだダイエットは、ダイエットっていうのでは、そうか、一時期あの毎朝通勤の時に一駅歩くってやってたことあったけど、あれがめちゃくちゃ聞いたことあるな。でも最近自転車でそれなりに動いてるんですけどね。あ、じゃあとりあえず麦茶でもまた買ってきます。不動院、ここはないんじゃないですかね。一応じゃあ、あの、そういうのがありそうな棚を見てきます。毎日乗ってます、大体。
建物が全然ない。なんとなく三品茶にしてみました。三品茶で冷たいうちに一口。三品茶と味って違うんだっけ。ジャスミン茶お腹、いや、あの、あえて見せびらかさないけどお腹は引っ込んでないです。本当に服が、なんかその服がどういう風に体に絡んでるか次第で腹が出っ張ったり出っ張ってなかったり見えるんですよね。そういうのは多分気にする人はかなり気にして着こなしてると思うんだけど。おはようございます。痩せてないですね。今72、3キロかな。最近また増えたりしてないかな。で、ちょっとあのウィンドブレーカー脱ぎます。もう閉まってしまっていいかな。うん、てかミドルエイジ超えてるんじゃないですか私は。あ、いや、私は今テレワークなんですけど、テレワーク本当ありがたいで、あのテレワークなんですけど、たまに3、4ヶ月に1回ぐらい、あの、まあ、健康診断とかその他で出勤する場合は自転車で片道50分ちょいぐらいです。おいくつでしたっけ。私は今51になってるらしいです。私50だと思ってたんですけどね。あの青年月まであの配信で言ったら、あの51で間違いないって言われました。いつ51になったんだろうな本当。まあ去年10月で間違いないんだけど、全くなんかその記憶がない。スタイル、まあスタイル中か体力かな。まあ誤差ですよね。ありがとうございます。で、リスナーにこれ回路行ったら相当回り道になるけど、去年実はなかったかもしれない。許可なく、そうですよね。迷ったから回り道の方に行くか。うん、年齢確認どういう理屈でそれができるかな。物理的な物体で30代後、最後の方だったんでしたっけ。何年だっけ。あ、いや、うん、30代、そんぐらいでしたっけ。あ、自宅のスタンド使ってます。ただ後ろに荷物乗せてると、その後ろの荷物が坂道とかで引っ張られると、その軽い前輪の方の前輪だけブレーキかけてると、その後ろの重さに引かれると全然耐えられないので、あの前後のブレーキかけた上であのスタンドつけなきゃダメっぽいですね。坂道に駐輪しようとしたら荷物が重いと後ろの方にずれていってしまったんで、後ろブレーキもかけたら完璧なはずで、あのスタンドに使っているトレッキングポールは人の体重を支えるようなもんだから、少なくとも30キロぐらいは耐えられると思う。
すごい視点が高く感じる。視点が私の目からあんまり変わらないんですけどね。本人の預けてきたっていうのは何だったかな。今カメラの高さは本人の目の高さの15センチか20センチくらい上だと思います。ヘルメットマウントは見せたい方向を見せられるっていうのが一番メリットだと思ってます。ただ揺れるんで酔う人がいそうだっていうのはデメリットですね。あとは見た目が珍妙ってとこかな。ブレが少ないですね。少ない、それはカメラのあのスタビライザーの性能ですね。これじゃ遠くてよくわからんか。あ、オートバイも。オートバイはなんでなんですかね。車体の方が楽そうな気はするんだけどな。視点が高いも良いです。視点が本当は完全に目の、向いてる方と一致させたいんですけどね。だから理想としては肩とかそのあたりにマウントして、で、あの目線トラッカーを頭につけて、目線トラッカーに従って勝手に向きをか変えてくれるような、首振ってくれるようなカメラがあったらいいなと思ってます。でも大掛かりになりそうだな。車体だと振動ものに来るからでね。車体、ああなるほど、確かにバイクだと振動って自転車よりも厳しそうですね。ああ回り道の方来てよかったかもしれん。ああ走ってた足が一切消耗しない。カメラ、ああカウル、ああそっか、おはようございます。カウルが邪魔になるっていうのはあるのか。生きてました。恥ずかしくはないけど、恥ずかしながら、あ口元ありますね。顎マウント、あとは どこだっけ、サドルの下だったか、何マウントって言ったっけ、あれ、漕いでる人間の足に挟まるような位置のマウントってなかったでしたっけ、確か。何だったっけな、あれ、なんか俗称がついてた気がする。だんだん日が出てきてますね。ちなみに今回の旅行からは日焼け止め塗ってます。何を持ち歩いて、車に追突、後ろから車に追突っていうのは100% 車が悪いってことですよね、多分。おはようございます。最近ちょっと自転車配信もというかニコ生自体全然見てなかったんですけど、知ってる人じゃないよな。あ、寒いというかちょうどいい涼しさです。トンネルで、あとはまあ後ろのライトつけてたのかとか、そういう話になるのかな。あ、知らない人ですか。新笹子トンネルって、新笹子って下の方のトンネルのことですよね。でもあそこって新しいトンネルだから、そんな狭くないんじゃないですかね、笹子の新しいトンネル。前崩落とかあって作り直してますよね。幅広がってないのかな。車、私だったらそういう、自分が車運転するだったら絶対ありそうって思いますね、そういうの。
だから車のハンドル握るの怖い。ちょっと見落としてちょっと進んだだけで本当に人が死ぬ可能性があるっていうのは。あ、溝、そんなひどいトンネルなんですか、あれ。絶対通れんな、そりゃ。これは、こうやって引くと、九州本土と、あ、自転車中の、九州本土と、天草の島で囲われた湾ですね。おお、スマホ、すみません、私も地図見るときは下向いてます、今。言い訳できんよな。一瞬目をそらしても大丈夫って周りを周り見て思って地図をちらっと見たりはしてますけど、それでもなんか全く予想できないところから飛び出してこられたりしたら言い訳できない状態で事故る可能性ありますからね。ああ、いいっすね。うん、快適。結構そうですよね。昨日も途切れることは多かったけど、まあ十分許容範囲内だった、私の基準からすると。あ、今乗ってるのはグラベルクロスバイク、メガネに、そうですね。それもまあ、ただ旗から見るとメガネの画像を見ての方を注視しているのかどうかっていうのが分からなくなる分、怖いかもしれない。あ、そろそろプトプトか。あバスはこっちの方通ってんだな。トマトはとりあえず道は快適ですけどね。鳥の声もいいな。電波回復するの祈るしかない。トマト、こういうところでってことかな。この後ちょっと登って向こうに出たら少しは電波良くなるかな。あ、来ました。でもここからちょっと坂道越えが入るのでまた悪くなるかも。おお、15車あ、いるか。イルカマーク、エビスさん。ここのエビスはタイが着色してある。で、このサイズとこのタイの感じは、止まったところの裏手に飾ってあったエビスさんと多分同じやつじゃないかな。カエルの声が聞こえる。なんかコメントも届かなくなってる感じだな。関白縫い会共同体、この海が白縫い会。よっと、
今の犬の声。もうピッカ。何作ってんだろうこれ。気持ちいい。奮闘大、奮闘金じゃなくて奮闘大醤油。よっ、ファンタの看板だ。こっちはなんか綺麗だ。1日 3本4本ぐらいか。なんか白虫が歩いてる。もうそろそろ電波いいんじゃないかな。そういえば映像復活しててコメント読み取りが復活してない可能性もあるな。ちょっとどっかで見てみます。あ、フグだ。クサフグがいる。
じゃあちょっと確認します。ダメだ、繋がってないな。ツイッターが読み込めないとちょっとダメだな。ん？読み込めません。あれどうなってる？あ、そうか、これ繋ぐの忘れてたから切れたのか。こうして、モバイルルーターのバッテリーがゼロになってた。しかし1時間ぐらいでフルの状態から切れるんかい。あ、そこでも今日朝起きてからずっと使ってたからな。6時半ぐらいに目が覚めたから3時間以上使ってるわけか。それは確かに切れる。ゼロパー。まだ 0% ん？あれ？お、どうなってんだこれ。モバイルバッテリーが充電できてない。あ、モバイルバッテリーからモバイルバッテリーつないでた。アホか。なんか慌ててるな。これです。まだ走り始めて48分か。頼む、早いとこ充電してくれ。充電は動いてる、してるっぽいけど。お、1%。 確か 2% までいったら起動できる。
10時か。まだほぼ進んでないな。まだ 1%。 あ、あそこにエビスさんある。別にこれあれ宮田漁港だけじゃなくて、この辺りの海岸一帯にエビス様の像を建てたんですかね。で、海ホタルの裏に置いてあったやつは結構削れてきてたんで、何十年も前にやってまたリニューアルしたのかな、か全然関係ない話なのか。また1パー。2%早く。あの鳴き声は。なんか小さい鳥が聞いたことない鳴き声出してる。あ、2%いった。あれダメか、 2% でも。あれ 3% ないとダメか。ネットがないと何もできねえ。 Kindle 取り出して小説読んだりすることはできるけど、ツバメが巣作ってる。作ってる最中か。金焼き停留所、金焼き美術館か。美術館だ。まだ閉めてますね。美術館寝焼きになってる。蚊が貼ってあったのが剥がしてあるな。よし、そろそろ。よいしょ。10時台は11時半までないかな。いや、うん、ないな、11時台まで。なので、バス停の前にこんな風に陣取ってても、しばらく大丈夫。4波。よし、起動した。まずはツイッターで状況を。もうすぐ早く接続。よし、
よし、あれこっちのケーブル外れてる。どんぐらい消耗した？ 90% か、まあ大丈夫だ。接続したから配信開始。コメントも再取得。取得。今これで NAIR の方はダメだ、コメントビューアーがハングしてて、表に出てこない。ネットワークがなんか切れるといろいろダメだ。 NAIR は再起動が必要だ。そもそも切れてんのか、番組終了してんな。なんだそういうことか。なんで認証依頼になってんだ。
9078666。6時間延長でどうやるんだこれ。配信開始。配信設定。ああすいません、いろいろやらかしてました。配信設定違うな。これ6時間延長しとくのってどうすんでしたっけ。画面のどこでやるのかが見当たらない。自動延長ボタンしかない。配信設定で違うな。いらっしゃい。ない。なんでないんだろう。ちょっとぼちぼち説明します。もう30分ぐらい空いてますかね、これで。まずモバイルルーター、おはようございます。材料持ってきた。広告貢献エチクライ記事さんが2300プト見込み広告しました。顔赤いな。ツバメの顔が赤いのって、あ、そうか、これ配信だと空が白すぎて映ってないか。延長しとこう。延長しとくやり方が分かんなくて、インターフェースが見当たらないんですよ。でここなんか飾ってあったらしいんですけど、今剥がされてますね。か。さっきからちょくちょく巣作り進めてます。うん、そうです。ちょっと配信だと見づらいかな。ツバメが飛び交ってる。うん、金焼きっていう名前のバス停なんですけどね。参考バス。あ、2羽いる。つがいで作業してんだ今。入ってきましたね。うん、入ってきましたね。第14くらいにランクで、これどっちだっけ。左でいいのか。ツバメ見えます。あ、見えてました。バス小屋。うん、いざとなったらシェルターになる。一晩明かすため の, 南の端。あ、いや、今日は天草の南の端に今日これから1日かけていきます。シェリ貸して。シェリ。あ、で配信が止まったのはモバイルルーターに、私はモバイルルーターに100均 の, モ バ, モバイルバッテリーを縛り付けて、で1日動かせるようにしてるんですけど、夜そのモバイルバッテリーの方を充電してて、でその後どうもなんかモバイルルーターの方にそのケーブル接続するの忘れてたのか外れたのかなってたみたいで、おお、それでバッテリー切れになって、そこから充電始めようとしたんですけど慌てててモバイルバッテリーからモバイルバッテリーに充電するようなつなぎ方して、しばらく経ってあれ充電されねえなと思ったら、ルーターの方には全然給電できてなくて、でそこからもう一度つなぎ直して、で 3% まで充電できないとモバイルルーター起動しないんですよ。それをずっと待ってました。というわけで 100% 自分のせいです。とやってる間に枠終わっちゃってましたね。
風もなんか大体追い風か無風ぐらいな感じなんで、めちゃくちゃ都合がいい天気です。うん、通信はアハモです。さつまっこ21って私の住んでる近くにあるやつですかね。あそこは最近食べたのは一月ぐらい前かな。今日は70キロぐらいのはずです。でも今寄り道したから脇道通ったから 2,3 キロプラス。でもやっぱり私はツーリングと言ったらこういう道通らんとな、生きてました。鳥多いですね、結構。というか車が多いところだと聞こえないだけかもしれない。じわじわ登ってまた下り。今回寝袋だけ持ってきてます。それ以外のテントとか自炊道具とかドローンとか何も持ってきてないです。ああ、おはようございます。生きてます。宿代は天草全般的に一泊二食8000、9000円ぐらいのが相場っぽいですね。よほど安いところとかじゃないと。お、なんか可愛いポーズの猫がいる。あ、虫をなんか今捕まえようとしてたのか、あの猫は。あ、おお、綺麗。レジャー事故、え、保育園これ。宝島保育園って書いてあった。ものすごいなんか建物が、手作り感が。おはようございます。おはようございます。本当にあれ保育園なのか。ああ、焦がしネギ。私は納豆ご飯はまだトライしたことないです。食い切れないと思って。天草安宿は安いゲストハウスとかはいくつかあったんですけど、もちろんフルで埋まってました。今朝も何件か電話してようやくそのビジネス民宿的なところに入れました。どう？ババヘラアイスみたいなカラーリングのあの花が綺麗。いい道ですね。今日の宿、宿名は確か山下です。まだネットに情報は出てない、オープンしたばっかりの宿で、イージーホステルっていう宿のなんか関係があるらしい。まあ、オーナーさんが一緒なのか何なのか。で、財力夢マート牛深だったかな、なんかそういう名前のスーパーの周辺にあるらしいので探してみます。なんか養殖してますね、あそこ。黒い雪が並んでる。ユースホステルは今回、天草のユースホステルってあったっけ。確か一応調べてなかったと思ったんだけど、ユースホステルも長らく泊まってないな。あ、民家っぽい、なんか言われてましたね。ああ、晴れてくるとまたいいな。まあ、さっき配信止まって復帰作業してる時も散々静かの海眺めてたんですけどね。うん、風評。
マイク。ああ。車来ない。おい。画質は、ああ、もう全部オート設定任せなんで、すいません、チューニング全然できてないです。魚は見えないですけど、さっき、あの漁港のところでクサフグは見ました。イルカとかは見えないですね。こっちの方にはおらんかな、イルカは。牛深にはいるらしいけど。天気もいいし、気温もちょうどいいし、そうですね、風は少しだけあるかな。あ、これでようやく元の道に復帰か。結構回り道したな。満足したけど、ここからまたしばらく多分あの車の多い道だと思います。車全然違いますね。なんか、まあ、渋滞してたら論外ですけど、そうじゃなくてもそれなりにやっぱ圧迫感がある。車がずっと通ってると、石屋さんだ。旅行はいいですね。あ、今日のお昼の予定は未定です。あの都合のいいところですごくいいお店が見つかることを期待してます。ちゃんぽんは昨日の昼に食ったんで、今日は何がいいかな。あの地元の人たちが食いに来るような、あの普通の中華とか定食とかで出るところでもいいです。名物じゃなくても、なんとなくその地元に同化しているような気分になれるところも好きです。まあ気分だけだけどな。でそこで地元のじいちゃんばあちゃんとかと話ができたりするともっと面白い。うん、10連休です。よさげな、ちょうどいい、ちょうどいい場所にあればいいんですけどね。うん、町中華カワハギ丼は、カワハギ丼の話ってそもそもどこの話なんですかね。こっちの方の話、カワハギ丼平戸の話かと思ってたんですけど、そうではない。あー、ちょっと向かい風。あ、ちょっと行ったとこにカワハギ丼あるんですか。もしかしたらいいタイミングかもしれんな。本当にこの旅行でじゃあカワハギ丼食えるのかな。軟骨、あれ軟骨ありましたっけ。骨硬いイメージがあるんだけど、あれまっすぐでよかったんだっけ。あー、左の道の方が良かったか。郵便局とかあるから人が住んでるのは左の方だ。今日は日陰にじっとしてたら肌寒いと思いますけど、カワハギ丼、まあ私は店の中の配信は面倒なのと、
面倒なんでちょっとあの飯配信はしてないんですけど、まあ例によってツイッターで写真あげます。店の人と知り合いとかだったりしたらぜひ見せたいんですけどね。また近所のサイクリングの時に配信して、欧州食堂気づきとか、うん、カハギ、うん、お、下ってる。外苑日曜祝日、あ、今日日曜か、マジか。あ、帰省してました。昨日の朝実家から出てきました。走り始めたんじゃなくて実家の近くから輪行しました。そっか、カワハギ丼っていうのはその店オリジナルってことですよね。じゃあタイミング的に合わんなだとすると、いや明日山越えでその天草の一番の市街地に戻ってくる予定なんで、祝日、明日祝日扱いだろうな多分。明日祝日でしたっけ。明日祝日だったら夜、夕方からの営業って言ってましたよね確か。明日の、あれ明日平日でしたっけ。今日、あ、そうか、5月2日か。そうですね。あ、じゃあやってるか。でもどっちしろ多分明日その市街地まで戻ってくるの夕方になると思うんで、まあどっちにしろ食えるかな明日。なんか人が並んでて、あの売り切れとかにならなければ。お、これはおー弁天か。あ、おはようございます。あ、サイクリングで、あのこれは配信をしながら走ってます。生放送しながら。そうですか。ええ、まあ、個人でやってるだけなんですけどね。どこから来られてるんですか。横浜で働いてるんですけど、福岡の実家に帰省してて。天草の実家ですか。いえ、あの福岡の方が実家で、で、その10日間実家に帰省してる途中に、うん、こっちに来て走ってます。そんなジュースあげますから飲んで。あ、ありがとうございます。これは下浦弁天会って書いてあって、なんだろう、ちょっとカメラの向きが難しいけど、名刺か、どうだろう、アピールすべきかな。そこはちょっとカメラ一旦外向けて置いておきますね。ちょっと後でカメラ入れます。本当に、どうぞどうぞ。こんにちは、お疲れ様です。あのね、福岡から来た。どれくらいかかるんですか。今の娘から、宮田旅行に来たので。宮田、はい。カメラつけて生放送しながら喋りながら走ってるんですよ。あ、そうなんですか。一人で。あ、はい。
すごいね。これってね、これは地元の晩柑っていうジュースなんです。あ、晩柑、朝晩の晩の晩柑ですよね。そうそうそう、同じですか。名前だけしか知らなかったですけど。写真撮ってもいいですか。あ、全然。全然。フリーですから顔は。どうぞマスク取ってください。あ、じゃあ。はい。ありがとうございます。SNS 載せてもいいですか。そういう話だったら一応名刺みたいなものがあるので。あ、知り名物。今見てる人がコメントを書き込むと、喋るんです。これつけすぎですね。はい。もっとつけすぎかもしれない。もっとつけすぎ。ちょっと周りにつけた方がいいです。はい。ベッドの隣かな。お邪魔します。有名人が来たことになってます。いや。どこがお世話になってます。多分有名人来たと噂されるだろうね。今作ろう。って言ってるな。いただきます。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。チャンネル登録、これ YouTube じゃない。下が泥玩具、土と書いて泥なんだ。そうです。これなんだ。ウグイスケルベロス。赤い顔は。タコじゃない。すみません。あ、はい。すごい。面白いでしょ。面白いですね。これ何で作られてるの。ゼロです。あ、泥か。天草に300年前から泥人形という文化があるんですよ。知らなかった全然。それを現代版でアレンジしてデザインして作ってるのがここなんです。これ焼いてあるものなんですか。焼いてる700度でこちらに。ちょっと待ってください。一応あと、いや、これだけ。調べた人が本当してますね。あ、失礼します。あ、じゃあ手元いいですか。あ、でも私ですね、一人でするのは今日が初めてなんですよ。あ、そんなところなんか横から映されて、ま、いやいや新人なんで。こういう泥をですね、はい、あ、こういう泥で、この肩にですね、きめ細かいですね。そうですね。これちょっとまだこう回すんですけど、こうやって流れがこんな感じで作ってます。これを肩の釜で焼くんですね。あ、これ焼けるんですね。はい、ここで釜に入れて700度で焼いて。これは全然熱漏れないんですか。漏れません、漏れません。そしてこうやって素焼きが出来上がってきます。なんかすごく卵っぽいでしょ。何だろうと思いますね。これ甘火になるんです。あ、今日お客様が絵付け体験で今なさってます、はい、なるほど。こっちは一旦下地が塗ってあるやつなんですね。これは下地が塗ってある色なんですかね。いえ、もう焼けばこういう色になるんです。これが焼く前、これを焼くと、はい、この色になります。色が綺麗になるんですね。そうですね。こういう全然何も知らずに来てるんで、
こういうのを見るとすごく面白いですね。面白いでしょ。ありがとうございます。でちょっと配信で写すだけじゃなくて個人的にも写真撮ってもらえたら楽しいんですよ。で今これ配信してるのは YouTube ってやつじゃなくて、はい、もっと前からある今じゃマイナーになってるニコニコ生放送ってやつなんですけど、多分100人ぐらいは今見てると思います。そうなんですか、すごい。マイナーになってると思うな。あ、で、いただきます。冷たいし。美味しいでしょ。酸っぱい。さっぱりしてますね。そのさっぱり。酸っぱさ強くなくて、さっぱりしてる。どうですか、なんか。もうちょっと喉の渇き我慢してくれ、もっと美味しかったな。さっきジャスミン茶飲んだから。美味しい。これ写真撮ったっけ？多分撮ったけど一応。うん。そうです。自転車旅行中に渡す名刺作ったんですよ。ありがとうございます。で、3D プリンターがちょっと趣味としてやっていて、でこれが、この自転車が組み立ててこれができるプラモデルみたいなやつです。ただこれある程度そのプラモデルとか、まあ、慣れてるっていうか。お子さんに渡して作っていっても多分できないぐらいにはちょっと難しいです。じゃあこれで作ること可能なんですか？ええ、すごいプラモデル。時間があるんだったらちょっとすごいですね。ちょっと、はい、すごいね。3D プリンターでこんなのができるんだ。この人天才なんですよ。僕もやったのですが、こういうのとか、こういうのとかも作ってます。これ。マスクの？ね、ペーパータオル挟んでるんですよ、これ。そう。ペーパータオルだと割と通気性がいいんで。ペーパータオルですかそれ？はい。でここのところを自分で作ったんです。ちょっと実演してから渡そうと思って。その耳ね、これ 3D プリンターで作られて、あ、はい、これ普通のペーパータオルをくっつけてます。マスク？うん。ね、
挟んでた。私はなんか耳の後ろに当たるとちょっと痛いことがあったんで、もう頭だけで今支えてます。こんな顔を接写されるのはめったにないからな。すごいね。でちょっと5分ぐらいかかるんですけど、いやいや全然、実演して組み立てたものをお渡ししますんで。いやそう、多分ある程度なんかこういう工作が好きなお父さんとかだったら組み立てられると思うんですけどね。すごい。すいません。で横で見てる人がいろいろ好きかって言ってますけど。え？いやすごいと思いますよ。放送されてるっていうのが結構ピンとこないもんだから。そうですよね。うん、私はその自転車旅行を見せびらかしながら走るっていう目的でやってるんですけど。自転車もすごい。自転車もすごい。まあ配信上でこのプラモデル組み立てるの見せるって意味もあるよな。アマビエのやつどうしようかな。なんか本当に一個買っていきたいなと思ってるんですけどね。またなんか仕込んでるとか言われそうな展開ですねこれ。ご自分でね、この自転車で、ね、3D で作られて、ほらこんなして、あこれをね分解して今プラモデルみたいにして自転車が組み立てられるの。でちょっと今どんな感じになるかだけお見せしたくて、あまあ見てる人にも見せてるんです。自分でって。自転車旅行と登録。すごいね。関係ないですけど、ウグイスが3つくっついてる感じなの。あれは目白後ろ押し。目白。目白か。そういうことか。そうなんですよ。こんにちは。ウグイスじゃないですね。これこれね、目白が3番をスクラマイズしてて。いうことか。あなた目白押しになりますよっていう、ここ縁起物だけを作ってるんですよ。あ、タコも引っ張りだこなんだ。引っ張りだこ、縁起物。なるほど。すいません、ウグイスじゃないですね。ね、ちょっと皆さんウグイス色だからウグイスって言われますけど、天草に目白が、まあウグイスも多いですけど、目白が多いので目白押しです。そう、さっきウグイス聞いてきました。三冠地の方で。やっぱちょっとこれしばらくかかるんで、どうぞどうぞ、ここ押しといてください。どうぞどうぞ。うん、あ、水の鳴き声知らないな。聞いてると思うんだけど、そうそう、で、目白押し。なんか最初クリーチャー的なものかと思ったら、絵付けはね、どうだろう、これ妹に買っていったら喜ぶかな。可愛い子も好きなんで。何歳？何歳？3つつい、頭が3つついたらやっぱケルベロスって言うと思う。子供屋に置いてもらおう。子供屋に。今はないよな。うん。私もそう思う。そう、部品点数多いんでちょっとかかるんですよね。名刺だけ渡してもやっぱり組み立ててもらえる可能性はかなり難易度も高いんで低いので、だいたい小学校3年生から水彩なんですよね。だから1年生クレヨンとか。やっぱり作って見せびらかしたい。配信的にはこれちゃんと映ってますかね、手元。そうやね、ごめんね。また来てね。この辺りはこの辺の海沿いのずっとずっと来ても、ここが初めてこういう、なんだろう、新しい感じでやってる場所なので。 OK、 じゃあとりあえず先にまず
炎上し、まあそれで使い始めてくれる人はまずいないと思うけど、ダメだ。なんで、よっと、とっと、まず後ろのキャリアとバッグ。フレームにシ、これシートステーだっけ、シートステーとチェーンステーつけて、リアディレイラーと、あらら、転がった泣いちゃってる、あ、これ古い方のやつか、ごめんね、ディレイラー兼、まあ、止め具なんですけどね、そう、作った本人がやっても時間かかるから、まあでも5分ぐらいだと思う。こうして、こうして、え、小さ、ペダルが片っぽ、ペダルが飛んでいくところだった、あ、折れた、まあいいか。対象年齢難しいよなこれ、12歳ぐらい、ペダルが片っぽ折れた、で、はい、カメレオンってがモチーフになってるの、カメレオンっては前のやつなんで、今はフレームの上のところが丸まってるのがカメレオンって、すごい、こんな感じ、あ、パニアバッグ忘れてた、こんばんは。パチパチパチ。これは天才だわ。こうこうこう。ロードにスタンドドアもいいかも。お高いんでしょ。ロードに、あ、これクロスバイクですけどね。はい。これで荷物付きになった。そう、今作ってるやつはちょっと反映するの難しいけど、あ、というわけでこういうやつです、やっとできました、あの後ろにも積んでるんですよ、すげえ、できたんですか、できました、ちょっとすごいよ、ちょっとあの子供が触ると多分ボロボロ、あの外れると思いますけど、10分もかかってないんじゃないですか、と同じ形です、はい、ほぼ同じ形です、実はスタンドだけついてないんですよね、ありがとうございます、本当すごいな、ただ組み立ててもらうのはちょっとやっぱり難しくて、なかなか、いや、あのパチッと組んであるだけです、テレビショッピング実演してみせて、コーヒーは書いてるから、ちょっと休憩なさいません、うん、
すいません、なんかこれお騒がせしてて。うん、みたいな。ありがたき、今日泊まって展開だな。いい、実演してみせたプランティー完成。いただきます。はい、どうぞ。あ、そうか。こっち来られます？はい、あ、どっち？あ、ここでいいです。はい、ありがとう。こういうのは自転車に積んで振動が加わっても大丈夫ですかね。うん、くるめますからね。あ、なるほど。ちょっと一つ欲しいなと思ったんですけど、ぜひぜひ記念に、記念に、うちの、妹がこういうの好きそうだなと思って、特に。そうですか。可愛いの好きで。なんかね、縁起物だから、すごくこんな感じ。ね、黒いのが自転車こういうの。無印良品の副館にいつも正月入るんですよ。無印良品全国的にですか。そうそう、今度はね、欧州に3000個車エビが中のこれ、あ、ヨーロッパの、ヨーロッパがこれです。おで、無印さんがこの目白押しが2年連続ずっと前年、はい、これが2年連続アマビエが来て、今度は来る。あ、行かなくては、主人とかのおじいちゃんが住んでて、住んでて こんなものとかちょっとふっと笑えるような。これはね、ジップジンで唯一女性の神様。あ、そうだ、せっかくだから見せとかないと、配信で見せとかないと。自分だけで見てたら、これ車エビ、車エビっていうのは、エビが 3匹ここにいます。目がついてて、これシマシマ、車エビがくるっと丸くなって腰が曲がっても白い、これおひげで、元気で長寿で長生きしますようにという縁起物に仕上げてます。あ、先生、説明してもらって、これ、で、フクフクの方は、これはフクですよね。フグが2匹で、フクフク、ちょっとこの口と目のところがいい、かわいいんですよ、ユニークでしょ。ありがとうございます。これはですね、七福神の中で唯一女性の神様で、弁天様で琵琶を持ってます、はい、私たちの弁天会がすぐそこにある弁天石切帳場というところを守るために地域おこしで作った団体なので、ここは確か弁天、なんて書いてありますか、下浦弁天会会か、はい、そうなんです。そしてこちらがアマビエですね。アマビエですね。アマビエっていうのは、海から、熊本の海から現れて、流行する病気を鎮静したっていう神様なんですけども、あれ熊本でしたっけ。熊本の海です。あ、そうなんですか。で、私たちがこれを作った言われのあるそこに祀ってある鹿様っていうのがあって、そこがあったのでこれを作り始めたっていうことですね。で、こちらが目白押し、目白が3番、おしくらまんじゅうしてて、あなた目白押しになりますよっていうような意味合いです。こちらが引っ張りだこです、ね、引っ張りだこ、天草によく取れるマダコを頭引っ張られて引っ張りだこというふうにしてます。ちょっとひょっとこっぽい感じですね。ひょっとこっぽい、これ2種類作り方があって、お顔の描き方がもうご自分の好きなのをここの工房に来るとお求めできるという。あ、違う顔なんですね、これ確かに、違います。
で、あの特別絵付けっていうのもやってて、あの例えばその弁天様、これをチェロに、琵琶をチェロに置き換えてほしいとか、フルートを持たせてくれとか、ピアノを持たせてくれとか、そうです、ほとんどの方が芸術の神様だから、楽器系で頼んでいかれます、引っ張りだこあたりはですね、カメラマンの人が引っ張りだこになるように、ここにカメラを変えてくれとか、そういうご要望がありますね。そしてこちらはカッパ、よかった。あれ向こうにもありましたっけ？ありますね。これがカッパさん。あの洲本町という隣の町にカッパ伝説がありまして、これカッパをモチーフに、天草弁でよかよかって言うんですけど、それからもじってよかった。そう、私は福岡の人間なんで、方言結構通じるところあるんですけど、なるほど、微妙にやっぱ違うのもありますね。あ、そうかそうか。面白いでしょ、どうしようかな、どうしようかな、個人的にはやっぱり目白押しなんだけどな。あ、コーヒーが冷める。集中するのがお好きだからいいですよ。弁天会か。みんないっぱい来られるの大歓迎の。ですか。こんな季節で遊びに来ています。絵付けだけもちろんです。下浦ドロガングで検索すれば多分ページがあると思うんだけど。あ、フグ。そうですね。福福もいいな。やっぱり融合系のやつあんまり見たことないから。水で薄めて煮込みされましたけど、粘土をそのまま詰めていくんです。でもやっぱり個人的に一番可愛いのは目白押しかな。やっぱり手形とか出来上がるんですよね。で、今私たちはもう流すやつで同じような形で作るっていうのをやってますけど、昔からのこの泥の量300年前から、これはもう煮込みじゃなくて型を指定して中に入れていく。そうです、同じ石膏型があって泥を詰めていくこうやって落ちていくっていう、そうですよね。型が昔の型ですよね。これはだからこうやって、あ、本当だ、ゆるゆるゆるって、はい、にぎにぎしく地域の未来が栄えていってほしいという願い、これが昔からの伝統の泥人形ですね。でそれをその300年前引っ張りだこも結構いいんだけどな。なんかもう一回泥人形をしますって、もう一回復活しないかなっていう現代版のデザインで、まあ散財してもいいんだけどな。そこでも妹に買っていくだけじゃなくて自分にっていう手もあるな。今回散々してもいい気がするな。妹がな、ああ聞きそびれた。タコとタオルで巻けば大丈夫。タオルで、あ、いや一応包装ちゃんとしてくれるらしいので。そうなんですよ。ホームページからが多いですね。地震から抜けたらコロナだからお金落としていってね。よし、よし、素敵なものに上手。いい休憩になったですね。ありがとうございます。じゃあこれでお願いします。はい、私たちもなんかこういうのをいただけると思います。はい、やっぱり旅行でこういうのが一番楽しいんで。あ、確かにね、思い出になりますよね。本当昨日からこっちに走ってくるときに本当に途中、何もなかったんで。ああ、え、どっち、こっちをずっと来られたんですか？南側の方。あの有明町の方じゃなくて龍ヶ岳とか倉岳とか通ってこられたんですか？あ、倉岳の方です。うわ、大変だったでしょ。まあでも車が全然来ないんで。ですよね、266号線ってあまり走らないですもんね。
だからあの自転車としてはこっちの方がはるかにいいです。あ、そうかそうか、じゃあ倉岳とか龍ヶ岳も登られたんですか？あ、いや登っては来てないです。海沿いに来ただけで。なるほど、まあでも明日はちょっとあのこっちにあの宿取らずに来てたんで、泊まる場所が全然なくて、明日は今日渋川まで行くんですけど。今日渋川まで行くんですか？はい、自転車で。ここからあとどんぐらいだったっけ？車で1時間。じゃあ60キロぐらいですかね。渋川まで何キロありますかね、井上さん。40キロぐらいかな。あ、40キロ。40だったら十分午後のうちに行けますね。うわ、まあ、あの上り下り次第ですけどね。あります、ね、ありますか。あります、あります。細かいのがたくさん来るのが結構足に来るんですよね。来ますね。あ、そしたら海沿い行った方がいいかもしれないですね。川、神話の方から。あ、神話、山を通ずに。なるほど、宮野ヶ内の方を通って。あの国道じゃないとこってことですかね。あ、そうですね。だったら確かそっち通る予定にしてたような気がするんで。神話の方行かれたら、あの焼酎のですね、ね、あの蔵があって、乾杯天草って言って、アルファベットで乾杯天草って、ね、そこちょっと素敵ですよ、ロケーションも素晴らしくって。それは海沿いにあるとこなんですか？乾杯天草、うん、ちょっと調べてみます。はい、そこロケーションもなんかすごくいいです。そう、お酒自体は飲めないんですけど、うんうんうん、ロケーションは私もぜひやってきますね、はい。あ、それさっき、あ、お味したっけ。あ、いただきました、はい。私はそれ全然仕事と関係なくて、あの自転車旅行で趣味でやってますっていうだけの名刺なんですけどね。すごいな。本名を書いてあるだけなんですけど、じゃあお仕事はこっちの方ですか？いえ、あの関係ないコンピューター系の、あの別の仕事はやってますけど。なるほど。今テレワークなんですけどね。こういうのを自分で作られるっていうのがすごいよ。もともとはあのこれを作るためだったんですよ。この自転車旅行を見せる配信やるときに、あの自分が見てる方向を見せたいから、ここに載せたい、カメラ載せたいと思って。それが5年ぐらい前で、それ以降いろんなものを作るようになりました。でも全然違う。そうそうそう、私もね、ここ、これもそうです。あのこういうもので、こうやってカメラ撮ったり、こうやって持ったり。その赤いのも作られたんですか？あ、この赤いのと黒いのですね。それって販売されてるんですか？あ、一応これは販売をしてますけど、一個漏れてないです。あのメルカリってとこで、あ、メルカリで、出してはいるんですけど。これに限ってはあの誰からもなんか見られなくて。へえ、すごいな。仕事アイデア次第かな。アイデアが思いつくかどうか次第。なるほど。面白い。なんか人生楽しんでらっしゃいますね。そうですね。まあでもこの年でこんなことやってるのは独身だからですけどね。あ、どうですか、おいくつですか？51です。若く見えますね。 ありがとうございます。へえ、私は50だと思ってたけど、あのやりとりの中で何年生まれだって言ったら51のはずだって言われました。51になった記憶がないんですけど。そうでしたか。大学生です。へえ、すごいな。注文してしまっていいですか、これ。はい、はいはい。これはね、ちっちゃいのが、ね、どれもこの中だけがピンクがあるんです。あ、なるほど。生ビールの小さいのと、はい、メジロースと、はい、あと、引っ張りだこ。引っ張りだこ。そしたら、顔を選ばれませんか。あ、顔がそうか。うん、お顔がね、やっぱりいろいろ。
これなんかちょっとさ、お目目が傾いて、この人さ、女より男の尻を狙ってます。こういう感じ。これで痛めてます。これね。そしてここすぐ下田神社って今通ってこられたところに、右側にありましたでしょ。なんかあの、結構古い感じのとこでした。そこで全部雨部屋を終わらしてるんですよ。じゃあこれで、はい、はい、ありがとうございます。目白押し、こっからここまでください。これはそんなに変わりはないのかな、はい、いいですかね、はいはい。タトさんはですね、2種類のお顔があります。こういう重くないですみたいな顔と、なんか顔の大きさがですね、いろいろありますので、できましたか。こちらですね、はい、これでいいですね、はい、はい、ありがとうございます。やばれないように、忍者お、いいね、ちょっと、ふくふくはちょっと迷ったけど、アマビエがちょっとあの目がガチャッとしてる目のやつがあったので、それをお願いしました。延長通、その3つが可愛いよね。お昼ご飯のおすすめのお店聞いといたら、あたいも玄関にアマビエを見たい派です。今時間がアマビエにしたんだ。11時か。こっから10キロぐらいのところか。といってももうすぐ中心地通るからな。あ、チロルがもう一個あった。で、ちょっとプラスチック。重量は軽いと思います。ん？今も、あ、すいません、なんて。下浦弁天会っていうところで、あの泥玩具の絵付けとかできるところです。泥玩具自体の制作されているところです。じゃあ飯いただいて、U ターン。あれ、ここは今分岐の途中にあったっけ。すごいね、たくさん買っていただいて。妹がそういうの好きで、まあ、2人いるんですけど、そうなんですか、うん、喜ばれると思いますよ。よかった。あの博多の近くであの洋菓子店やってる妹がいるんですけど。博多のどこですか。あの箱崎って言って、箱崎宮っていうのがあるとこです。あ、入らない。あと妹さんが経営なさってるんですか。あ、一人でやってます。ケーキを、あの小さな店で、はい、まあ、ケーキというか焼き菓子系がメインなんですけどね。へえ、そうなんだ。あのそこのお店にこれが飾られるといいな。そうですね。いっぱいだけ。まあ、一番あの集めてるのは白クマのやつ、いっぱい集めてるんですけど。白クマですか。それ以外のものも、はい、置いてくれると思うので。
あー、そうなんだ。じゃあ会計も今のうちに。すいません、何日ぐらい、実家にはあの1日6日行ってくるって言ってあるんですけど、あ、5日目4日で走り切ってしまいそうなので、あー、早いんですね。ただあの泊まる場所が全然見つからなくて、あれとかなくて、あ、そもそもマクさんこんなにあみんなが観光に来るって知らなくて、あそこのあれかな、あの何だか民泊の8250円、あの大久保さんがなさってるところの、あ、か月のあの民泊を作られた、あそこなんだ、あっ、あそこのあたりの、ここのちょうど中央本土っていうところですけど、あ、いやでももう明日まで一応撮ることは撮りました。ああ、よかったよかった。ただその泊まる場所が見つからなかったせいで、あの道が、あの通れる道が限られてしまって、あ、そうなんですね。250円なので2000円。天草の地図はお持ちですか？あ、地図はあの持ってます。あ、こういうのは大丈夫ですか？あ、でもこれはと良さそうなんでいただいていいですか？はい、どうぞ。これ今ね、牛深に行くのに、ええ、の教えていただいたのがですね、ちょっと広げますと、これが結構いいかな。観光マップのやつも今、下浦弁天会っていうのは、ここなんですよ、はい、下浦ってありますよね、ええ、こう行って、こうループ橋を渡って、はい、あの牛深に行くのには本当こう、まあ、こうやって行きますけど、はい、こっちの道の海岸線を行くんですよ。ええ、これ予定してました。そうそう、あ、そうでしたか。はい、そうでした。じゃあこっちの方行けば大丈夫ですね。そうですね。うん、その方が山道がこう上り下りがないかなと、ね。ただこっちのルート行くとかかしの里とか道の駅があります。あ、こっちはもう海沿いで、もう対岸がこのなんか鹿児島が見えるんですよ。あ、桜島見えるわけではないですかね、こっちから。全然見えませんけど。あ、ですよね、こんだけあるから。はい、桜島は見えませんけど、もう対岸のこっちが見えます。この湾は何て言うんでしたっけ？これ、この、あ、これが白縫い海か。そう、まあ、白縫い海ですね。もう水俣ですから、ね、すぐ水俣が、つなぎですね。湯の湖、ここが水俣ですね。さっきこの辺ぐるーっとあの遠回りして回ってったら、知らぬい会なんとかって書いてあったんで。ここも来られたんですか？これも？いや、あの ここまでです。この白い道だけ。いや、ここあのそんなにひどいアップダウンじゃなくて、そうですか、景色めちゃくちゃ良かったです。白戸の方に行っとなさる。ああ、すごい。行っとなさる。行っとなさる。私もそれはうちの実家でも言いますね。あ、そうですか。行っとなさ。すごいな、そうでしたか。あの白戸っていうか、殿崎の上の方もね、スカイラインみたいで浮かばってますね。綺麗やけどね、山だもんね。殿崎っていうのはどのあっ、今の先ですね。ああ、ここですか。ここ白戸の先、殿崎。それ聞いてたら言ってけばよかったな。ここのですね、下浦というところが、ね、あの石が有名なんですよ。下浦石って言って、ね、あの長崎のオランダ坂とか大浦天主堂とか、ね、石畳とか、ここの石なんですよ。その白戸というところの石が大きな岩ですね、それが取れるところで、結構いろんなあの、あ、それがこれなんですか？そこはここ、それとか今通ってこられた北海道のこの辺あたりにですね、石の大きい石があるところで、確かに石田さんもなんか見た気がしますね、途中で。そうで、本当はこう行って止まって、ああ、そうかそうか。で、あ、寒いでしょ、閉めます。あ、大丈夫大丈夫。あ、これじゃない、これもいい。一番もらっていかれてください。これは、あ、この辺か。この辺ですね。今ここが下浦弁天会、ここなんですけど、こう回れば大体ここの文化が見れるっていう。ちょっと待ってみようかな。石切町場の跡地とかがあるので、ね、はい、大きくしたいんだけど。よかったか。ありがとうございます。
あ、じゃあちょっとトイレお借りして。はい、どうぞ。古いトイレで申し訳ないんですけど、はい、どうぞ。できましたか。あ、すごいすごい。いいね。これが本当によく、あれが見たいよ。いや、こちらも両方も100円です。素晴らしい。もう、ね、勧誘した感じで。お願いしますって。すごい上手よ、安子ちゃん。ねえ。すごいよ、素晴らしい。素晴らしい、素晴らしい。素晴らしいです。私たちも。誰もが8時間働けば当たり前の生活ができる社会の実現を目指して、ご一緒に声を上げていきましょう。うちの息子かな。お二人とも知ってるからよろしく言ってて。私が、アマビエ体験に店長の工藤さんと犬の愛さんが来られてるよって言ったら、お二人とも知ってるよよろしく言ってて。あーもうね、この間駅伝のご一緒に走るって言って、そうなんですか。走りかけたんですけど、店長の駅伝ですね、はい、コロナで結局中止になってしまった。あ、そうですか。あ、なんかね、駅伝とか陸上、県庁の陸上部の人とか5、6人泊まりに来られたことあります。本当ですか。に、あ、そうなんですか。ありがとうございました。本当によかった、私たちも、あ、ね、お知り合いになれて、こんなたくさんご購入していただいて、お気をつけて行かれてください。あ、はい、ありがとうございます。雨が降らないから良さそうですね。そうですね、なんか一昨日はあの雨だったみたいですけど、もうね、風もすごかったんです。なんかすごすごがいい感じで、やっぱり水も湧いたので、あ、はい、大丈夫と思いますので、これもちょっと取れます。今マスターではチェアリングといって、ね、まあもう自転車で行かれるからどこの景色でもですね、あの休憩とかなさいますでしょうけど、それも一緒によかったら、はい、あ、じゃあせっかくだから、はい、ちょっと見せといて、はい、椅子を持って行ってこういう風に休憩するみたいな感じなんですかね。なんか素敵な景色のところで、うん、すごい、まあ椅子を置いておいて、結構いい椅子だなこれ、うん、ありがとうございました。お疲れ様でした。よかった、気をつけていかれてください、ね、ありがとうございます。はい、お察ししました。あ、じゃあお察ししますって言うと、ちょっと、ね、集中されてる。すごいな、ね、よく考えたら結構ギリギリだなこれ。なんとか伸ばせるだけ伸ばして、うん、すごいね、ずっとこれで放送しながら行かれるって聞いてる人がね、まあ、自転車旅行がメインの趣味で、そのついでに、まあ、これであの自転車旅行を広めながら走るみたいな感じでやってます。いいね、運転手も宣伝していただいてありがとうございます。こっちにまた地元で見てる人はいないのかな、これ天草に住んでる人が見てたら来てくれないかなと思うんですけどね。本当ですね。やった、これ蹴らないようにしないと。気をつけてください。お気
じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとあのこっちの方また見てきます。あ、そうですね、はい。そしたらここ行かれたらすぐ右側に、はい、あの海の上に浮かんだこうなんか島みたいなのがあって、はい、そこが鹿様っていう、これに書いた先ほどの紙に書いてあるところです、はい、ね、どうぞ見ていかれてください。見てきます、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。失礼します。あ、失礼します。というわけですいません、だいぶあの配信的には放置しましたけど、やっぱりこういうのだよな、こういうのだよなっていうか、相変わらずなんかできすぎてる。ここまではなんかああいう感じのその新しいことやってるお店みたいなところがないなと思ってたんですけど、いきなりあったな。うん、たまりませんね。メインイベントで 大満足でした。とりあえず今日はもうこれで満足度はクリア、満足度のボーダークリアしたんで、まあ、あとは何があっても大丈夫ですね。面白かった。お土産もできたし、ただ3つこれ違うの買ってるもんで、目白押しとんペイは使っエアペイ使ってなかったです。それ私もあの 3D プリンターのこういうものを作ってますアピールの時に、もしエアペイの端末使われてたらと思ったんだけど、使われてなかったですね。パンクイベント、まあパンク1回やっても大丈夫かな。電車ありがとうございます。私としては目白押しは自分で欲しいんだけどな。いい天気になりました。石切り場って言われてたのは今のところ、さっき言われてた神社はこれのこっちの方かな、違うかな。アマビエがアマビエが祈祷してあるって言われてたっけ。お祓いじゃないよな。うん、バッテン、うん、そのバッテンはちょっと違うかな。困るけん。ああ、そう、さっき途中の漁港も小さい漁港あちこち通ってきたんですけど、配信が止まってる時もどこにでも恵比寿様います。ここもありますね。ここのは塗ってあるけど、あ、やっぱ古いなこれ。なんか最近作ったもんじゃなくて、結構古い恵比寿像がところどころあるんですよね。この神社面白いですね。なんか古墳みたいに盛り上がってるところが小さな森になってて、そこに祠がある。弁財天のあるのかな。あ、これが弁財天だ。これは弁財天の神社って言い方で合ってるのかな。祀られてるのはここ弁財天っぽい。アマビエがこっちの熊本の話だって知らなかったですよ。まああれはなんていうか、アマビエは妖怪の類でいいんだっけ。あ、これはこっちか。天草に住んでる視聴者の人いないんでしょうか。さっきの弁天会行ってほしいな。泥玩具だったよな確か。土玩具と書いて泥玩具、下浦の。これ上に上がれるのか、あそこから上がるのか。おお、やった。こんにちは。自転車自転車やった。下浦弁天会、
ぜひ寄ってください。面白い。さっきあのお客さんとして2人絵付けに来てた人がいたんですけど、あの人たちは地元の人っぽいですね。ここから南端の牛深まで行くルートの話をしてくれたんで、自由人外園、うん、お知り合いっぽかったですね。顔は映ってないですよね。声だけ聞こえてたと思うんですけど、さっきの弁天会の人はなんかカメラに映るっていう話に関しては一切気にしてない感じでしたね。特になんか女性はそういうの気にするんじゃないかなと思ってたんだけど、あ、映ってなかったですよね。あ、これがさっき言われてた神社かな、下浦神社。ここであのアマビエのなんだっけ、祈祷だよな。アマビエに祈祷してあったのがここのはず。アマビエだけあのそこのところにシール貼ってあって、その上に印鑑をしてある。SNS、 そういえばさっき私も写真撮られましたよね。アマビエの本場なのかな、本当にこっちの方。まあ、アマビエはなんか瞬間的に流行ってある程度定着したって感じがしますね。今でもなんかアマビエ絡みのグッズとか展開は続いてると思うけど、これでさっきあの弁天会のあの感じが見えてきたときはかなりときめいた。ランチの、そういやそうだった、まあ、もう一遍入って聞き直すのもあれだな。あ、回ってきました。行ってきます。お疲れ様でした。じゃあ失礼します。はい、気をつけて。うん、あ、写真、はい、逆光で撮ってたもんだからこっちから撮ろうかなと思って。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あの下浦弁天会っていうのを見られたら載せてると思いますので、はい、あ、ちょっと後で調べてみます。はい、ありがとうございました。失礼します。甘エビの新種です。そうです。よっと、お元気で。さすがにまた来ますっていうのは嘘っぽくて言えなかったけど、天草空いてる時にまた改めてあの回れなかったところ回りたいな。明日のルートがちょっと一部止まる場所の都合でショートカットしてしまうので、思ったよりなんかアップダウンひどくないから走りやすい天草。また車が少ない時期だったら、うん、連想、そんなにマジで下浦っていうとこから天草繋がるんですか。そんなに天草の本場なのかここ。短期間で、まあコロナですよね。たまたまなんか電車の一部がぴったりしてたから。あー、なんか逆風だ。あ、確かにこれ国道から外れてる道になるのか。さっき私はこれ予定ルート外れてこっちに来たんだったっけ。もしそうだとしたらなんか今のイベントのレア感がさらに上がる。まあそんなもん後付けで行ったってしょうがないんだけど。立ち寄れてよかった。
脇道に入ったところの途中でしたかね、これだとしたらラッキーだな、やっぱり。電柱マニアか、古いやつが多いかな。確かに今この登る足がかりがある電柱ってないですよね、新しいやつは。あとあんなあのよっかかってるタイプの電柱とか。戻ってあの先が今の道でしたっけ。でこれでまた国道沿いですよね。うん、あとは海沿いに行って残り50キロぐらいかな。まだあるかな、50、60ぐらいあるかな。まあ今の調子だったら大丈夫だと思う。ということは地域によるのか、あれは。あ、これ北風か。お、ワイショップがやってない、ワイショップだ。アマビエに確かに本当に珍しく U ターンして入ったんですよね。地図で郵便局が見えたから下浦まんじゅう残骸が。ワイショップ撤退は地域によってはかなり痛いんじゃないですかね。他の商店がもうなくなってたりしたら。そうなると車がないと買い物できなくな、買い物ができなくなる。そういや、うん、車でしょうね。さっきの会話の中で本土っていうのが確か出てきたと思ったんだけど、本渡りって書く本土のことで、あの天草の中心地のことですかね、これから通る。とりあえず昼ご飯どうしようかな。ん？あー、今なんて、本土、あれは市ですか。そう、私はあの九州本土のことかと思ってました。まあ市外のことなんですね、やっぱり。この感じは歩道行ってもいいな。歩道の段差もないし。車に気を使って歩道行ってやろう。滋賀岸今回なんか自転車で最近走ってるから走ってるからって何度も言ってるってあれだけど、やっぱり
普段走ってるのがだいぶ効いてる。旅行前半はだいたい筋肉痛とか結構来るもんなんだけど、まだちっとも来ない。継続ですね。単純な筋力だけではなくて、体調が悪くなるならないみたいな、体の調子っていう時点で点でも有利な気がする。こんにちは。今ちょっと向かい風です。今日来たやめてなかったです。だいたい今日北風っぽい予報だったんですけど、今は一時的に北に向かって走ってます。この後その本土っていう市街地で折り返して南に向かう。そう、ケツの痛みも全然ない。やっぱり普段走って慣れてるとケツの痛み来ないです。まあ明日明後日になるとどうかわからんけど、とりあえず土日連続して6、70キロ走るっていうのはしょっちゅうやってるんで。阿蘇山か、あっち行ったら1日2日じゃ済まないからな。阿蘇山好きなんですけどね。あとあそこへ何温泉って言ったっけ、阿蘇山の左上あたりにあるやつ、阿蘇山の外輪山の内側のなんとか温泉っていうところで、あそこで下川でしたっけ、下はなんか覚えるけど、 川がなんか記憶とつながらないけど、下川温泉でしたっけ、あそこでライダーハウスに泊まったのと、お祭り見たのと、牛丼食ったのが、あ、内の巻、そうそう、内の巻だ。すみません、下川じゃないですね。下は合ってなかった、全然。内の巻だ、ピンときた。あそこ、あの後地震で、熊本の地震でかなり被害あったんですよね、確か。今どうなってんだろう。自転車なしでバスとかで移動だったら、ちょっと1日行ってまた帰ってくるってできそうですけど、自転車含めると日程考え直さなきゃいかんからな。あとこの気温だったら阿蘇は寒いんじゃないかな。こっちの方で今涼しくてちょうどいいぐらいだから。私は熊本市から登ったことない。臨行して立野だったっけ、立野とか、あと阿蘇駅とか、もう直にあそこまで行ってからしか走ったことない。まあ宿はそうですね、復興してるのか。あんなとこで震災があるなんて思わんよな、本当。昔から私は福岡の実家で、九州の方は地震がないからってみんなで行って育ってきたんで、ここ最近地震起きまくってますよね。予想してないだけにびっくりする。だいぶ市街地の中に入ってきてるな、これ。そこで橋渡ったら本土のとこですね。何ぐらいって。ハンバーグ？原っぱでハンバーグってなんだっけな。阿蘇さん？そういう、だと思います。あ、やってない。ライダーハウスの話かな。500年か、そりゃ油断するよな。あ、赤い橋渡りましたかってなんかコメントで聞かれてたのはあれのことかな。あそこは赤い橋っぽい。というか、歩道橋で手前のやつですかね。渡ります。歩道橋がその赤い手前のやつの方だと思うんですけど、手前、見えてるよりも手前に
ちょっとじゃあ左折してみます。あれ目の前に見えてるのはループ橋かな。なんかカーブしてるとこだけが見えてる。ループじゃないか。あ、橋桁が上がるとこってここなんだ。どっかこの辺で、あ、しまった、通り過ぎてるこれ。あ、ループ橋で合ってるんだ。あ、ループなってますね、確かに地図で見ると。行き過ぎてますね。おこれか。これがあそこ確かケーブルがあって上に吊り上げられるのか。昇降時間以外は通行できません。昇降時間以外よっ。自転車進入間も右側通行です。単車はエンジン止めて渡れと。上がるのは？ん？あ、ループの方、自転車で走るとってことですよね。まあ、車多いところは走りたくないです、できるだけ。昇降時間って、昇降ってのは上げ下げって意味ですよね。この表現見ると昇降時間っていうのは、この下がってる状態のこと言ってるのか。これが降りてる時間は通れるってこと言ってるんですかね。つまり夜8時半とか9時になるとあれが上がってしまうのか。上がるとこ見たいけど、ん、こっちに戻ってきたタイミングで見れるかな。夜8時に見に来る人多そうですよね。あ、これが丸ごと上に上がるのか。いや、今の同じ車が線、地球は触るのか。相対的なもんだな。回転、ああって今頭の中でイメージ浮かべたけど全然違うよな。うん、まあ、何バージョン。それでこう来たら、こっから右に行ったら国道の交差点があるんだけど、私の今日行くルートはこっから左に県道沿いに行く。本当はこの市街地で飯食ってった方が便利なんだろうけど、その跳ね上げってのはこうじゃなくてこうってことですよね。今旗から見たら私何やってるんだろうって思われてますよね。今12時前だけど、さっきちょっと、そうですね、この先食うとこなさそうだよな。ちょっと食事で検索して、あ、じゃあないや、あれがある、ループ橋、いや、いいかな、迷ったけど、ですね、もらった地図とかいろいろあるんで、ちょっとそれをまず見てみます。
さっきもらったやつ。食事は乗ってないかな。うん。ああ、このサイズじゃ乗ってないよな、多分。おっと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 っ。これさっきのあの周辺のとこですね。当然乗ってないよな。このサイズだし。まあ食事の店、食事の話は載ってないですね。あ、でもこっから先、寿司ありそうですね。食事がありそうな市街地があるかどうかって見ると、途中一箇所だけありそうだけど、こういうのは口が回らん。先延ばしにするとろくなことはないっていうことの方が多いから、やっぱり食っていくか。ここでさっきのアドバイスを入れて、今のは何の店の情報ですかね。ちょっとじゃあ市街地回ってみるか。なあ、荷物が重いせいで自転車がどっか行こうとする。あれ、これさっきなんか戦争犯罪です。ロシアのウクライナ侵略を、この凱旋者みたいなやつ、さっき世界中の弁天会の前通らなかったですかね。なんか聞こえてましたよね。私がトイレ行ってる時、ロシアのウクライナ侵略をやめさせましょう。やっぱり2回目ですよね。車はさっき見てないけど、よっと、さっき聞こえてたやつですよね。消費税を 5% に戻して国民の暮らしを守りましょう。まあ主張だけ聞くとどうやってって聞きたくなるけど、まあ何かあるのかもしれない。裏というかバックボーンになる考え方が、頭からバカにすると後で自分がバカみたいになる可能性があるからな。用心しとかんと。メーデーで、私はメーデー自体が何なのか未だによく分かってないよな。あ、イタリア料理店。特に、名物とかじゃなくてもいい店だったら行きたいですね。ジョイフルもあるよな。でもジョイフルは九州だったらどこでも食えるしな。まあ九州に来てるから食うというのもあるけど。カハギ丼。あ、並んでた。そんなリアルタイムの情報がなんで今開いてたんだ。近いんだったら一応ちらっと見ていくか。多分検索でカワハギ丼で出るんじゃないか。カワハギ丼平畑 1.6 キロ。ですね。まあちょっとざーっと行ってみよう。途中の道も見ながら。盛況ぶり。まあ多分並んで空気なくすような状況なんだろうけど、しかもこのタイミングだしな、ゴールデンウィーク真ん中。閉店。明日はぐるーっと回ってこっちまで戻ってくる予定で、この近くで泊まります。
この辺り宿が20軒ぐらいあるんですけど全然空いてないですよ。あ、浜寿司寿司か。確かに未だに回らない寿司の店は怖くて入ったことないんだよな。多分寿司屋さんから見たらなんかそんな先入観なんで持たれてるんだって思われるだろうけど、今日は山下っていう民宿だと思います。満室アカウンター、それはもし入れたらラッキーだけどどうだろう。お任せに、大将お任せで。あ、イルカウォッチング。スーパーも回ってないですよね。冷蔵庫ないです。稼働してないです。なんつ、うん？寿司はなんか取りすぎたかな。気づかなかった。とりあえずその平もう名前忘れた。平畑に行く途中にいくつか候補見つけて行っときたいけど。バラ焼きのタレ腐ってます。あの時は全然自炊してなかったしな。今だったらもう少しは活用するんだけど、改めてバラ焼きのタレ取り寄せてみようかな。とはなんだ。おお。腐ってますから。ん。自力で。自走はどっちにしようしないけど、よそ橋でそんな持ってた。いけす山本。お、なんか今山本ってあったような気がするな。ちらっと視界に映った気がする。ん、都会。焼肉行ってみようかな。ここ本当ここまで来てあの一番の都会ですね。やっぱりカジュアルフレンチとかありますね。表にメニューが出てると嬉しいんだけど。やってるかどうかもよく見えない。ここからだと。ルミエールでディスカウントストアでバラ焼きのタレ売ってるんですか。あれ KMK でしたっけ、なんか KM なんとかっていう略称のメーカーでしたよね。バラ焼きのタレじゃなくて原タレか。あれは原タレのバラ焼きバージョンとかあるんだけど、ノーマル原タレの方が好きだって言ってたな。うん、あ、お寿司屋さん。ルミエルありますね、小賀に。これは焼き鳥屋さんか。ああ、後関って何だろう。商品取り出した後に後関って書いてあるんだけど。おお、趣味の店だな、なんか。あ、西地区。平畑はこの先左に行ったところだな。これはウニ三昧、海鮮の店か。ゴプロのレンズキャップ、そんな楽勝ですよ。
現物合わせできればすぐ作れるんですけどね。ただリモートでも実物がない状態でそういうあの噛み合わせとかを調整するのは難しいんですよね。最悪なんかあの一旦送って調子を聞いてまた作り直して送り直すとかそんなことになりますからね。物があればすぐできる。なんかメガネに虫が。なるほど。こっから中古タイヤ、最近行ってないです。またチェックしに行かないと。こっから左行ったら平畑がある。で今のところまっすぐ行ってたらその飲食店が多いブロックなんですよね。で平畑見て多分あの並んでるだろうからそれ見たら今のブロックに戻ろう。あの現物合わせさえできればすぐできるんですけどね。あとは GoPro のキャップだったらデータ公開している人いっぱいそうな気がする。そしたらそれ印刷して送ることもできます。データは人のものだから商売にはできないですけどね。あでも私があの公開しているデータ商売にしてもらっても構わないです。まっすぐか。お好み焼きとかあるな。大塚味噌屋。ウニですか。ウニか。あ、うん。あ、そうメーカーで売ってるのはありそうですけどね。ああ。これは違うよな。違う店だよな。コスモスありましたね。次ですね。アマゾンでサンディープリンターはいまだにこんにちはこれ買っとけば安心っていうのはそんなにないんですよ。あ、周辺を風音がちょっと 入ってしまうのは問題なんですけどね。これすぐ あの辺りか。あ、交差点、こっちの、これの交差点か。はい。ありがとうございました。やった。本格、いや、6万、5万ぐらいですかね、今のは。はい。じゃあ、戻りましょうか。十何人ぐらいだな、あれ。まあ、当然ですよね。ダメですね。当然ですね。あ、明日はそうか。開店時間とか調べて、明日明後日でなんか食えるタイミングもしかしたらあるかもしれない。って最初に言ってたっけ私はそれを。満足いくやつがそんなに安くなったんですね。満足。ああ、そうですね。いや、まあいろいろと至らぬところはあるんですけど、今使ってる 3D プリンターも。まあでもかなり安定してますね。アドベンチャラー3。あ、あれだ。英語の綴りはアドベンチャラーだけど、商品名としてはカタカナで言うときはアドベンチャーでいいんだっけ？アドベンチャー3で。あ、マジか。いらっしゃい。11時半か。厳しいな。じゃあ明日の夕方食えるかどうかぐらいですね。
11時半だと昼飯食ってスタートになるからだいぶ限られることになるな移動が。あれこれ歩車分離式か。夕方は1時から今1時とか2時とか聞こえたけど何時だろう。あ、7時から7時か、夕飯ですね。空港、ああ、まあ市街地近いところなんですね。ここから右回った方、ま、あ、5時17時か都比知事って聞こえたから微妙かなと思ったんだけど金庫1年のネット情報でそういうの広まると店に大打撃があるんで、あれってなんか評価した人にもある程度責任持たさなきゃまずいと思うんですよね。好き勝手言えるだけ言えるっていうのは、しかもそれをたくさんの人が見て影響を受けるわけだから。なんかレビュー書く側も店からクレーム言われるような、店からクレームを入れる仕組みっていうのもなきゃまずいんじゃないのかな。でもそしたら本格的に、あ、そんなこと、本格的に喧嘩とか起きそうだからまずいかな。あとはそういう情報を見る側が個人が勝手に書いてることで信頼に足るかどうかは怪しいもんだっていう認識持ってみないといけないと思うんですよね。私は結構私は食べログの情報とかある程度見はするけど、悪い評価があってもこれ多分違うだろうなと思って信用せずに入ることはよくあります。あー、これか、天草って豊楽まんじゅうあるんだ。回転焼きの別名ですよね確か。うん、結構今通ってるとこでもかなり悪い評価がついてた店あったんで。何どうしようかな、これアーケード街の中に入ったら駐輪できないよな。まあでもちょっと見てみるか。豊楽まんじゅう、回転焼きのことじゃないんですかあれ。自転車は乗って入っていいのかこれ。特になんか自転車通るなとは書いてないよな。まずい。白あんか。開いてる店少ない。ネットの規則。良すぎる。ああ、なるほど。回転焼きだけど味違うんですかね。行列、そんなに味違うんか。食事の店が、さっきなんか中華居酒屋みたいなところでランチやってたんで、ああいうところでもいいかなと思ってるんですけどね。旅行者がまず食わなさそうな店、観光旅行で来てまず食わなさそうな店とかも好きです。空いてる店、食い物の店ないな。あ、川が薄くて、あ、6キロ歩きで6キロはかなりですね。1時間前後早歩き、結構足歩くの早い人だったら1時間弱ですかね。ないな。朝は旅館の飯でいかにも旅館飯っていう感じです。お、なんか惹かれるものを感じる、惹かれると感じる、かぶってるような。精肉屋さんと水俣、あ、そうなんだ。
これは夜しかやってない店ですね。なんか自転車があったんで何かと思ったけど何かわからんかった。6キロ歩いていきなり10キロ減ったら ものすごい燃費悪いですね。ネズミみたいに食い続けなきゃいけなくなる。あーちょっとすいません、歩道をゆっくり行かせてください。そこからまた右に入りたいんで。餅吉は九州でしたっけ。餌、あ、ついた家があるな。の農型、あの餅吉の本店がですかね。あーこういう感じのタクシー会社もなんか懐かしい。あ、生ウニ丼ある。5ヶ月。まあそうですよね。6キロ歩いて途端に10キロ減ったら、いやそんな消費できる生物いないですね。さっき通ってきたとこどこだっけ。あんまりなんかうだうだしててもなんだけど、リバウンド。でも歩くのはゆっくり、体質も変わっていくから、そんな瞬間的にはリバウンドしないんじゃないですかね、私のイメージとしてですけど。あそこもなんかバーがランチやってたりは、あ、してないか、クローズしてる。自転車のダイエット効果は私の今の実体験からすると減ってないですね。走り方次第だろうけど。でさっき気づかなかったけど、これさっき通ってきた道だったっけ。いや通ってきてないな。あそこにお寺さんじゃない、神社か、でっかいのがありますね。お腹周りが、あー腹筋使わんってこと。あ、とんかつ。また来ましたね。あれどこにいる。これはまさにウクライナに対して行った主張と同じであると言えるでしょう。あれ果たして北海道にロシアのミサイルが飛んできたときこれに対応する複数の車で走ってんのか。あれあちこちで見るかと思ったら同じじゃないやつでしたね。あれさっき通った中華でランチやってるとこどこだ。見失った。確か組織っぽいですね。ここはさっき通ってないとこだ。じゃああっちか。げ、お客さん入ってる。先に入られた。若者。そこに若者いますよ。原付き女の子が2人食べてます。原付き女子が。おばちゃん、パチ屋。え、パチ屋どれだ。天草なんとかかいポルト。おっと、あれさっき見た店あれじゃなかったっけ。
違うな、これじゃないな。あれどこだったっけ。マクサシロ、あれだっけ。うん、配信一旦中断します。これだ。このメニューが表に出てるのはありがたい。アーケードの2人組、え、2人組、え、原付の小学生か中学生か。というので全然その旅行に名物に全くこだわらないとこで食っていこうかなと。中華風居酒屋とか、そう、海っぽいのとか全くそういうのなしに。じゃあ一旦これで中断しますね。コバルト、じゃあお疲れ様です。うん、またあれ、またで、一時中止は、スリープじゃない、シャットダウンしとくか。じゃあこっちも停止、お疲れ。